竜金子5月18日から1984年6月1日は日本の声楽家。白樺派の竜宗義の妻である。長男の竜総理は工業デザイナー。次男の竜総元は美術師や三男の柳修民は演芸家として知られている。旧姓は中島。東京府立第一高等女学校を経て1910年に 東京音楽学校声楽科を卒業した。1914年、リュウムネヨシと結婚した。1924年に京都へ移住し、同志社女子専門部、京都風立第一高等女学校などの講師を務めた。千葉県阿弥子で、新婚生活をしていた頃に、日本政府の朝鮮半島への同化政策に反発し、夫婦共に朝鮮へ渡りリサイタルを開催。 同地の人々と深い信仰を結んだと言われている。かつては、声楽の神様とまで称され、数々のドイツリートを歌った。1927年には、グスタフ・マーラーの歌曲集、亡き子を忍ぶ歌、リュッケルトの詩による5つの歌を及び、子供の魔法の角笛の中の、シセルコシュ、少年コシュを、日本初演しているの定期演奏会。1928年に、 ドイツへ留学した。ベルリンでのリサイタルでは、ドイツ人を驚愕させるほどの日本最高のリート歌手で、あったが、軍歌を歌うことをカくなに拒否した。1930年に自由学園講師、1933年、東京に帰り毎日音楽コンクール審査員。1939年帝国音楽学校講師。1946年公共において、午前演奏、 1950年毎日、音楽賞特別賞受賞。1954年、国立音楽大学教授。1961年始受、法賞受賞。1965年日本、芸術院音師賞受賞。1966年、皇后歓歴記念午前演奏。1972年日本、芸術院会員。85歳まで、公式のリサイタルを続け。 その後も数年間は私的な集まりで歌い続けていた。また92歳で亡くなる2ヶ月前まで後進の指導に当たっている。これは肉体を自身の楽器とする声楽家では普通はありえないことであり、世界的に見ても87歳まで演奏活動を続けた声楽家というのは当時は彼女以外存在しなかったと思われる。その後2001年にドイツ・オーストリアで マルタメイドルが89歳でステージに上がり、同年にハンス・ホッターが92歳で王子役を演じ、2012年に栗本孝子が92歳でソロコンサートを開催しているが、時代が異なることも考慮すれば、いずれも奇跡として並び称されるべきであろう。2001年、龍華猫再評価の機運が高まり、オーディオラボのレーベルで長らく廃盤になっていた。 いくつかの音源が復刻された。また他にもアートユニオン、グリーンドアのレーベルからも CD が出されている。現代日本歌曲選手に日本の心を歌うに、収められた、工場の月、九十九里浜、奈良山、小諸なる古城のほとり、総春夫、浜辺の歌は、録音当時83歳であった。2003年には、佐藤隆企画、原案、渋谷明氏脚本、 演出によるドキュメンタリー映画、金子金子が制作され、その後、日本各地で上映される。また英語版も翌年に制作され、日本国外でも上映がされている。歌唱法に長唄の要素が取り込まれていることが、このドキュメンタリーの中で指摘されている。ありがとうございます。